松浦博士は、日本の計算機科学者。学位は博士。東京芝浦電機株式会社総合研究所での勤務を経て、株式会社東芝研究開発センター研究主管、静岡県立大学経営情報学部教授、静岡県立大学大学院、経営情報イノベーション研究科研究課長、静岡県立大学経営情報学部学部長などを、歴任した。 早稲田大学の理工学部電気工学科を経て、同大学の大学院の理工学研究科電気工学専攻に進み、博士全期課程を修了した。1995年、第五位を対象にする不特定話者、単語音声認識の研究により、早稲田大学から博士の学位を授与された。大学院修了後は、東京芝浦電機に入社し、総合研究所や、 研究開発センターにて勤務した。この間、パターン認識や音声認識などの分野にて研究に取り組んだ。また、文部科学省の科学技術振興調整費プログラムオフィサーを兼任していた。東芝退職後は、静岡県立大学に転じ経営情報学部経営情報学科にて教授に就任した。 なお、静岡県立大学大学院の経営情報学研究科経営情報学専攻でも教授を兼務する。経営情報学研究科経営情報学専攻が経営情報イノベーション、研究科経営情報イノベーション専攻に改祖されて以降も引き続き教授を兼務している。2008年10月から2012年9月にかけて経営情報学部の副学部長を務めた。 また、2012年12月より、奥村昭弘の公認として、経営情報イノベーション研究科の研究課長に就任し、翌年まで務めた。なお、2013年4月に、公認の研究課長として、神奈川工事が就任した。また、2013年4月より、鈴木忠義の公認として、経営情報学部の学部長を務めた。なお、2017年に、 公認の学部長として、竹下誠二郎が就任した。2021年3月に、静岡県立大学を定年退職することになり、経営情報学部の神話の形成に向けてと題した最終講義を行った。専門は、計算機科学であり、パターン認識、音声認識といった分野の研究を行っている。また、マルチメディア工学、ヒューマンインターフェース、 情報処理システムも専門分野として挙げている。人の発生機能を評価するシステムを研究しており、歯科医療分野への応用を試みた。歯科技工士など、ラボサイドのコデンタルの手をあずらわせず、歯科医師などコメディカルが、チェアサイドで診断できるシステムを実現した。ありがとうございます。